ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回ご紹介させていただくお車がこちら、2018年式 GLC63S エディション1エディション1です、ね、はい、こちらをご紹介させていただきます、はい、僕もう全く知識がないんで、はい、だからいつもと同じ振りですね。いやいやいや、もう特に、はい、特にそうですね。前回のミニはちょっとあの調子づいて喋ってましたけど、いやいやいや、今回全く知識がないんで、はいはい、ちょっと小島さんに乗っかるっていう、いやいや、はい、そういう動画でお届けします、ね、はい、よろしくお願いします、はい、でまずこの車のちょっと立ち位置が僕分かんないんですけど、はい、これっていうのは他のメーカーでいうところの、例えば BM でいうところの X3 とかのカテゴリーになるんですか。どうですかね、X、まあ、大きさ的には、はい、まあ、X3 とか、まあ、5じゃないですか。5とはまだいかないですね、はいはい、どっちかっていうと X3 とか、そうそうですね、アウディでいうところの Q3、はい、Q3 とかのカテゴリーにはなりますね。サイズになってますかね、はいはい、まあ、でもその中のグレードの中でちょっと突出はしてるとは思いますね。まあこのサイズだともう本当にまあ、180から200ぐらい、もうハイグレードまで幅が広いので、はいはい、まあ、どうなんでしょうね、カテゴリーっていうとまあそこに当てはまるのかなと。あんまり比較対象がなかなか難しい、はい、難しい、サイズ的にいくとそれ、そうですね、マカンとか、はい、ああ、はい、マカンなんかも近い、そうですね、近いかもしれないですね、はい、で63ってことは当然0のエンジンが0のエンジンが、はい、ついてます、ね、はい、わけですよね。他にあんまりないですよね。でもそうです、これはこの出た時、まあ、出てちょっと今しばらく経つので、出た当時は、はい、なんですか、ニュルブルクリンクで最速だった、はい、当時、そうなんですか、当時は量産型の SUV としては、あ、今は、はい、なんだろう、なんか抜かれちゃったんですね。なんだっけ、アウディ の RSQ8 に抜かれちゃったんですよ、はいはい、まあ9でかいですよ、ね、あ、まあまあまあ、もう全然ボディが大きいですよね。そうですね、ちょっと今記録は抜かれたってことになってますけど、 そうなんですね、それぐらいちょっとその話題性があった車ではありますね、はい、もうコンパクト SUV だけどとてつもなく速いみたいな、速いっていう、はい、あ、そういう車なんですね。カテゴリーというか、まあ、そういう話がありましたけど、はいはい、まあ、それでまあデビューのプラスその何でしょう、エディション1ということでまた特別仕様で出てます、ね、はいはい、デビューした年を記念して、はいはい、出たやつですね、はい、で本来エディション1って結構まあ台数出るんですけど、はい、このエディション1に限っては15台しかない、はい、あ、そうなんですか、15台しかない、そうなんですか、はい、めちゃくちゃ貴重な車ですね。なんで15台しかないのかよく分かんないですけど、はいはい、あ、そこはそうなんですか、あれなんですけど15台ということで、はい、じゃあその15台のうちの1台が、はい、なるほどいう形になりますね。で外観から見ていくと、これボディカラーはもう結構定番な、そうですね、はい、ダイヤモンドホワイトですね。ダイヤモンドホワイト、はい、これもエディション1のからダイヤモンドホワイトがもともとこれしかなかったのが色的に、あー、はい、なるほど、待ってくださいね、もしかして黒あるかもしれない、いやでもないね、はい、エディション1多分白、ちょっとでもエディション1ってなんか選べても2色ぐらいなんですね、うん、はいはい、ちょっとそれはちょっと差し込んでください、すみません、はいはい、そして前回りからいくと、はい、GLC っていうだけあってちょっと C クラスと共通性を持たせたような、はい、そうですね、はい、はい、どうもありますけど、このパナメリカーナのグリルと、はい、はい、でもそのエディション1ということで AMG のナイトパッケージっていうのがつく形になるんですけど、はい、まあ、ナイトパッケージ簡単に言えば黒い縁が入るような感じ、はいはいはい、この辺ってことですか。そうですね、はい、なるほど、入ったりとか、まあとで横行きますけど、はい、モール入ったりルーフレール入ったり、はい、後ろのエンドが入ったりっていうのが一応 AMG のナイトパッケージが入ってますね。あとからでもつけられるのかな、まあ、塗れるのかなっていうところもありますけど、もともとそういうこのホワイトと黒のこう、はい、コントラストで押してるんじゃないかなと、ちょっと引き締まった印象になってるっていう感じですね、はい、はい、そして横に行くと、はいはい、なんかやっぱり63足元豪華ですね、はい、豪華ですね、はいはい、もうこの定番の6ボットの大きいブレーキと、はい、キャリパーと21インチのホイールですね、はい、21に見えないですよね、見えないですよね、はい、なんかもう19インチぐらいに、はいはい、なんでなんですかね、このボディはそんなに19インチぐらいに見えますか見えますよね、そうですか、見えないですか、僕そのぐらいに見えたら、えっていうこの数字を見て、そうですか、はい、やっぱり大きいなっていう感じはしますけどね、ボディサイズが逆に小さいので、はい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 、でもバランス的にはすごいいい、あ、バランスはすごくいいです ね、 いいですよね、ちょっとこの縁がポリッシュというか、はいはい、なってるからちょっとそう見えるかもしれないですけど、そうかもしれない、普通になんか21が入っちゃってますね、はいはい、なるほど、ここは縁がね、エディション1だと、はい、C クラスだと赤とかいけそうですけどね、入れそうなところですけ ど、まあ、あえてこういうシルバーを入れてる感じです、ね、はい、そしてこのホイール他のモデルでも結構共通の、はい、そうですね、はい、デザインで、ね、はい、まあ、定番といいますか定番ですし、かっこいい人気のデザインじゃないですかね、なるほど、はい、そして63といえばやっぱりこの V8 と、はい、このエンブレムが入って当然フォーマチックになると、はい、
あります、はい、で横に回っていくと、はい、まあ、エディション1なんでこのステッカーですね、はい、最近覚えましたこのステッカーを、はいはい、覚えてくるとっていうのはこうエディションだとこうついてるんですよね。あ、ついてますね、はいはい、ゲレンデとか、はいはい、これもやっぱりその、まあ、好き嫌いあるので、はい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 、結構お客さん剥がしてって方もいらっしゃいます。あ、なるほど、はい、けど ここがエディションたるところなんですね。たるところもありますね、はい、これミラーもカーボンになってるんですよ。なってますね、はいはい、ちょっと目の細かい綾織りの、はいはい、カーボンになってます。で先ほど言った通り、はい、モールが窓枠が黒とルーフレールが黒に。はあ、ルーフレールはこれ艶消しというか、はいはいですね、塗りのグロスのブラックじゃなくて、はい、普通の艶消しの黒で、はい、窓枠は艶消し、艶ありか、はい、艶ありの黒。ルーフがここら辺も黒になっているので、はい、まあ、ちょっと、まあ、あれ正面からね後で見てもらったら、はいはい、あれだと結構まとまりが。あ、なるほど。これ標準は何色なんですか。シルバーかな。はい、あ、なるほど。じゃあその辺もちょっと違ってくるんですね、はいはい、そしてリアは、リアはこれ幅が違うんですね。幅違いますね、はい、普通 SUV って結構4本通しで配置されてますけど、はい、なんかマカンとかそういうのみたいな感じで、はいはい、リアがちゃんと太いのが入ってるっていう、はい、295の3521、はいはい、だからなんかもうボディコンパクト SUV ですけど、はい、中身なんか普通に C63 のクーベとかセダン。そう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 、同じです、はい、そんな感じですね。そうそうそう、はい、ここから下なんかもう、はいはい、だから何ていうんですかね、まあ、スポーツカーで、まあ、はい、もうちょっとここまでスパルタンまで行けませんけど、スポーツカーを求めない人は43とかで止まるんですかね、はい、あ、まあ、63S じゃないのもありますから、ね、はいはいはい、まあ、そういったところでチョイスをしてるんじゃないかなと。今グレードいっぱいありますからね。そうですね、うん、もう覚えきれないです。いやいや、もうやってる私たちもいや本当にお客さんの方が詳しいです。ちょっと待ってください、確認しますね。はい、はい、そうですよね。本当に選べるジャンルがすごい多くなったのはいいことじゃないかなと思いますけどね。そしてリアに回って言うと、はい、やっぱりしっかり4本出しなんですね、はいはい、でそこもここのやっぱり色の、あ、黒くなってるんですね。こことあとここの色のがナイトパッケージという形になりますね。でちょっと SUV とは思えないちょっとディフューザー形状のリアバンパーにもなってる、はいはいはい、ですね。こういうところもねついてる。あ、そこもカーボンなんですね、はい、スポイラーがついてなんかもう車外みたいですね、はい、そしてなんかテールとかってなんかこの辺も C クラスとちょっと似ててくるんかなと思ったら、はい、そうですね、はい、ちょっと違わないですか。違いますね、はい、クーペと。なんかちょっと違う、はい、どっちかっていうと GLE とか、うん、そうですね、S とか、はい、あっちに寄せてきてる、はい、気がするんですけど、はい、でも流れが今ちょっとその C クラスもこれからデザインがちょっと変わってくる感じですけど、はい、そういう流れできてるんで多分そっち側に寄ってるんじゃないかなと思いますね。あー、なるほど。結構広い、はい、割と広いですね。ですね、はい、で GLC 僕出た時にちょっと思ったのが、はいはい、このライトを。あ、そうなんですよ、ね、僕もさっき下見で開けてみて、はい、えっていう。最初僕お客さんに最初これ見た時に、あ、はい、これお客さんつけたんですねって。あ、そうですね、つけましたね、これすごいですねなんて言ってたんですよ。実は標準でついてて。あ、そうなんですね、はい、純正でついてて、なんか後からちゃんと綺麗につけた感じしますね。こういったところもちょっと、ね、確かにこう暗いですからね。暗いんで非常に、はい、こんなのがついてるっていう、はい、結構な広さの、結構広さ、はい、あ、これもオプションですよね、はいはい、じゃあ毎回これ入れてみましょうか、はいはい、準備して今回はクラブを入れてですね、はい、もう最初からいっちゃって大丈夫な感じですか。え、何最初から。いや、クラブが、はい、ギリギリとかじゃないですか。ギリギリじゃないよ多分。あ、割と、ああ、まあまあなんとか、はい、入ると思いますよ、はい、なんとかいける感じですね、はい、でも結構広いですねやっぱり。そうですね、なんか2つになるとちょっと骨こう上げていただいて乗せるか、あとはシートを倒せますので。そうです、倒していただいて、はい、64ですよね、はいはい、で使っていただくっていう感じです、ね、一応、ね、ここで、はい、このボタンで、はい、ああ、やっぱりついてるんですね、はい、ついてます。で、ただもう一つここのボタンを押していただくと。それなんですか。下がる。あ、車高が下がる。車高の上げ下げ、はい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 、あ、結構下がりますね。え、今下がってますよね。はい、めっちゃ下がってます、はい、あ、積み下ろしがしやすい。あ、なるほど、はい、やっぱりなんかさすがっすねこの辺ね。名刺ですね、さすがです。さすがです、はい、はい、熱い、ね、全然低くなりましたよ、うん、確かに、はい、これなら積み下ろしができると、はい、え、でもう一回やると上がるんですか。上がります。上がってる。上がってます、はい、ちょっとなんか、ね、目線でゆっくりゆっくりなんであれなんですけど、はい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 、あ、そんなのもついてる。上がってます、はい、これ下とかって何かついてるんですか。これ取っちゃっていいですか。あ、どうぞ、はい、意外なこういう
この広さが収納見たい派なんで僕、はいはい、よいしょ。あ、下これエアサスかなんかですか。そうですね、はいはい、あでやっぱりコンテナついてるんですか、うん、はい、コンテナ、はい、あこれね、はいはいこれ初めて見た時、はい、衝撃を受けました、はい、僕、はい、これなんですか。これこれはあれですよ、このこれここにつけて。どういうことですか。この幅につけてこれで仕切りを作る。 あそうなんですか。それのはめるところですね。はあ、これはどこに。ああそういうことですね、うん、はい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 、わかりました。これを台座というか、そうですね、にしてってことですね、はい。あ、こんなのもついてるんですね。これはオプションですね。純正ではない、純正というか標準装備ではないです。じゃあもうなんか本当にコンパクト SUV らしいなんか使い勝手の良さも、はい、使い勝手もあります、はい、盛りだくさん、はいはい、なんかもうさすがです。さすがですね、はい、全部ついてますね。全部ついてますこれ欲しいよねっていうのがさすがメルセデス、はいはい、全部ついてます。安定のメルセデスです。じゃあ中ありますか、はい、内装じゃあちょっと見てみたいと思います、はい、内装もやっぱりそのエディション1ならではの内装になります、はい、特にこう内装がやっぱり違いますよね。そうですね、はい、おしゃれですね。やっぱりここからね、はい、こう流れていくと、これ上半分だけですよね。レザーはそうですね、そうですよね、はい、この黄色のステッチと、はい、ステッチですね、はい、だエディション1黄色のステッチ使ってるのは C クーペですかね、はい、C クーペのエディション1は黄色ですよね。あーなるほど。赤はC とかですね。あ、そういうのも違うんですか。違います違います。でシートもなんか、はい、このダイヤモンドステッチの、はいはい、めちゃくちゃおしゃれなシートで。はい、でこのシートで、はい、意外や意外なんですけど、こう見ていただくと、はい、ベンチレーションがついてるんですよ。あ、そうなんですね。普通こういうシートだと、はい、シートヒーターだけじゃないですか。今まで乗ってきたエディション1とかこういうスポーツシートって多分シートヒーターだけですよ。多分だけですよ見てても。へえ。はい、じゃあもうこのパンチングが生かされてる、はいはい、ベンチレーションもしっかりついてる。シートスポーツシートってあの、はい、なんて言うの、前乗った GT とかああいうのはもう本当にあのレカルのシートにはあれだけですけど、こういうのでシートでここまでついてるのって、はい、まあ、結構、はい、ベンチレーションっていうのは、まあ、嬉しい装備ですよね。快適装備もちゃんとついてる、はい、いてで、ヘッドレストにはこの AMG のエンボスが、はい、でシートベルトはこれ意外に黄色じゃないんですね。僕勝手になんかこの黄色のステッチとこうシートベルト黄色がセットかななんて思ってたんですけど、はいはいはい、これね黄色にしてもいいですけど、はい、ちょっと黄色にしすぎると派手じゃないですか目疲れちゃいますから、はい、だからまあ今シートベルト変えられますもんね。変えられます、うん、だからここに、はい、例えば黄色いライン入れてもいいかもしれないですよね、もし。ああ、なるほどなるほど、はい、でもそんなあれ黄色いのって何ですか。クーペですか。何ですか。あ、黄色いなかったでしたっけ。ないない、赤しかない。赤か、赤だけ、うん。あー、そっかそっかそっか。あんまり黄色すぎちゃうとちょっとさ、阪神タイガースみたいになっちゃうじゃん黒と黄色ですか野球みたいになっちゃうね、はい、あんまここだから赤は、うん、赤のこうステッチと赤いシートベルトなんですね、はい、だからまあここは黒でいいかもしれないですけどね。あ、ちょっと阪神タイガースになっちゃうなっていうんで、はいはい、黒になったんですから、はい、それはどうそれ完全にね、私のあれですけど。で、あの、まあ、安全装備、あとハンドルですね、はい、アルカンターラのパフォーマンスのハンドル、はい、でここにエディション1っていうのが入ってますね。あ、なるほど、はい、その辺もしっかりついてくる、はい、でダッシュボードも当然全部レザーで、このイエローのステッチが で、ね、はい、で中のインテリアの中のセンターのコンソールのところは、まあ、カーボン調のですね。黄色ってめちゃめちゃレーシーですね。なんか赤よりなんかレーシーさを感じちゃいます、はい、僕特にそのステアリングのセンターマーキングとかなんか赤より感じちゃいます。なんか赤見慣れてる感がちょっと、だから一回一時期 赤のエディション1っていうのが A クラスもそうですけど、はい、バーって出た時があって、はいはい、それからちょっと黄色にこうちょっと変わっている感じはしますよね。ちょっと乗ってみます、はい、あ、これスカッフプレートもしっかり黄色く AMG が光るんですね、はい、ちょっと乗ってみます。そしてこのステップ、まあ、商品車なんで踏まないですけど、この車高でこれが必要あるのかなっていうえ、はい、これなんかもう全然、はい、車高の高さ的にも、はいはい、なくても全然乗り降りできちゃうっていう。で、あんまりついてるのなくないですか。あります、ついてますよ。逆についてないのが少ない。マカンとかついてなくないですか。マカンまでついてないですね、はい、車種的にそうか、そういう考えるとなんかすごく出っ張ってんなっていう気がしますよね。いや、逆についてないと寂しいかなっていう感じがします、ね、あ、ちょっと SUV っぽいパーツですよね、はいはい、
はい、であそこあとライトの上のところに安全装備のボタンが全部ついてますけども、はい、一通りなるほど、はい、入ってます。すごい360度カメラと、はいはい、ディストロニックと、はい、一通り全部ついてるんですね。ですね、室内はこんな感じです。あと、はい、こうフロアマットをちょっと見ていただくと、あマットも、はい、マットもかっこいいじゃないですか、はい、かっこいいですね。でもマットもかっこいいでしょう、はい、なるほど。でメーターもこれなんかちょっとカーボンになってるんですね。そうですね。でイエローのあれが入ってます、はい、先も言いメモリがちょっとイエローが入ってますね、はい、一回ちょっとボタンを押してもらって、はい、ちょっとオンにしていいですか。はい、あいい感じです。はい、ちょっと置いていきましょう、はい、なるほど。ちゃんとこのメーターの真ん中も63になってるんですね、はい、レーシーです。こういうサイドのところね、こういうところもね、はい、あ横も全部レザーとステッチが入ってます、はいはい、でこのアームレストも、はいはい、レザーとステッチが。でこのコンソールはこれマットなんですね。マットなんですよ。カーボンですけど、はい、全部カーボンですけど、はい、意外にカーボンがこの艶消しの一時期からやっぱこういうカーボン使ってますよね、はい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 、AMGの方で、はい、そしてこの辺はもう使いやすい、はいはい、エアコンもあると。この色が落としてることによって多分バランスがすごいいいと思うんですよ、はい、はいはい。あと反射ないのはいいですよね、はいはいはい、やっぱり一時期、はい、その C のエディション1の時は赤い、はいはい、あの目のやつだったじゃないですか、はいはい、あれはあれでいいんですけど、はい、こういうの出てちょっとおとなしいかなって見るとやっぱり実際乗って運転してくれるにはすごい、はい、いい感じになりますよね。なるほど。でしっかり AMG って入ってて、はいはい、この辺は、はいはい、小物入れと、はい、ドリンクホルダー、はい、で当然モード切り替え車高調整、はいはい、マフラーもバルブ付きですか。バルブ付きですよね、はいはい、そしてあ、これついてるんですか。パフューム、はい、パフュームついてますよ。あ、そうなんですか、はい、C、GL、あ、そうなの。ついてます、ついてます。いや、なんかこう、ある程度の大きいセダンからの装備かなと思ったら、はい、いやいやいや、ついてます、ついてます。あ、そうなんですか、はい、なるほど。あ、でもグレードによっては GLC もついてないのがあります、はい、全部が全部ついてるわけじゃないんで、はい、これはついてる、はい、パフュームね、はい、これでも普通乗用車で考えたらすごい装備ですよね。そうですよ、うん、当たり前のように僕たち見てますけど、はいはい、コンパクト SUV でだってね気をついてるっていうね、はい、いやいやいや普通こうちょっとコンパクト SUV ってこうちょっとなんですか、はいはい、価格もリーズナブルでとかっていうちょっとそういう感じじゃないですか、はい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 ね、いやいやもう、ね、突き抜けちゃってるじゃないですかこれ新車価格も、ね、エンジンもそうだし。そうっすよ、新車価格もだってこれいくらでしょう。1500万ぐらいですよ。そうそうね、もうなんか全然可愛くないです、コンパクトですから、はい、めちゃくちゃかっこいいです、はい、で意外やピラーとかこの天井は、はいはい、ちょっとねここはあるかんとかそういう感じではないですね、はい、僕的個人的にはちょっとお金かけてほしかったんでありますね。あ、なるほど、はい、まあ、上見て走らないからいいやって思っていただくしかないですね。でもこの辺はちょっとシンプルにまとまってる感じで、はい、でもルーフは広いですよね。すごいですね、はい、このパノラマルーフ、はい、小島店長がじゃあ後ろに、はい、乗りますね。ちょっとさっきのあれを戻すので。そしてシートいいっすね、はい、すごくゆったりです。なんかあのレカロのあのエディション1のシートと違って、はいはい、あとはそのさっきあの後ろから倒したじゃないですか、はい、で普通だったら後ろまで行かないと倒せないじゃないですか、はい、でも一応ここにボタンついてるんで。あ、そうなんですね、はいはい、ここ押すとあ、短パンできますよ。じゃあ前からでも後ろからでも、はいはい、ワンタッチで倒せる。でここで荷物のやり押しとかできるんで、はいはい、前からでも後ろからでも行けるという。もうなんかついてて欲しいものが全部ついてます、全部ついてます、はいはい、これないんだよなみたいな。ないです。どうぞ。私、はい、いくら168センチです、はい、身長ゆったりですね。ゆったりです、はい、頭もゆったりです、はい、十分ですね。でもやっぱりここのリアのこのブルメスターのこの2つついてる、はい、これは結構好きなんですね。豪華ですね。豪華ですね。ちょっと僕もリアに行っていいですか、はい、で後ろに関しては、はい、シートヒーターだけになりますね。なるほど、はい、3段階のシートヒーターと、はい、あ、リアフロントよりちょっとクッション柔らかいですね。柔らかいです、柔らかいです、はい、ゆったりです、はい
全然僕175ですけどルーフも全然余裕です、うん、はい、ね、噂のザコーマックス、はい、ザコーマックスですよ、大体ついちゃいますからね、はい、だからその このサイズですけどリアもゆったりしてるんで、はいはい、もう全然なんか不思議な感じです、はい、不思議な感じで、なんかボディあんまりそんなに大きく見えないのに、はいはいはい、なんか割と広い、はいはい、でこの横の幅もね2人のこのそうですね感じもで、アームレストが、はいはい、小物入れと、はいはい、ドリンクホルダー、ドリンクホルダー、はい、いや、いい感じですよ。 GLC もね、はい、もう出てしばらく経ちますけど、はい、改めてこうやって 見直すと、はい、いい車ですよね、はい、いい車です、はい、ちょうどいいっすね、なんか本当に、はいはい、じゃあ一応、あとは、まあ、今回のこちらの車に限っては、はい、あのドライブレコーダーがフロントとリアに、あ、なるほど、はい、レーダーとあの連動式のものになってるので、あ、セットなんですねこれ、はいはい、が後付けされてるっていう、はい、見れる形ですね、はい、じゃあエンジンルームいきますか、はい、例のやつですね、はい、今でもドライブレコーダーはみんなつけますね、やっぱり毎回こう開けるあ、そっちですね、はいはい、いろんなの開けてるとよくわからなくな、いいですね、はいはい、もう安定の例のエンジン、はいはい、これなんかいつもと違う感じのサイン、いやいや結構サインね変わったりして、ね、バラバラなんで、だ結構そのなんていうんですか、ベンツの、はい、ここにもうガラスにもサインがあるじゃないですか、はい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 、それもなんかいろいろ変わったり、え、そうなんですか、いやこのでもいやサインは人によって変わるわけじゃないですよ、だからああ、そう、ね、年式というか年代で、年代によってちょっとなんか、はい、これは組んだ人の名前ですね、そうですね、はい、マーティン・ホフマンって読むんですかね、すごい読めんの、違うんですか、多分マーティン、そうだよね、マーティン・ホフマンだと、うん、たまたまです本当に、はい、でやっぱりちょっとギュウギュウな感じが、はいはい、もう全部共通ですもんね、だってそうですね、C も、はい、E も、はい、S も、はいはい、安定の63エンジンが63エンジンで、はいはい、もうなんか搭載されてますというよりかはもうぶち込まれてますっていうそういう表現がなんか正しいような、はいはいはい、続いてちょっとトーカーを、はいはい、ライト周りを見てみたいと思います、はいはい、あ、これ今スモールですか、はい、あのここがちょうど光ってます、でウィンカーはこことミラーと、でロービームは両方でプロジェクターが光る感じですね、あ、でハイビームは外側が上に向くのかな、はい、こんな感じの動画になってます、ちょっとリアも見てみたいと思います、はい、リアはスモールがこの2段ですかね、そしてウィンカーが外側光る感じです、でブレーキはこの下とハイマウントが、はい、あれ小島さん、これバックフォグつきっぱなしになってます、あ、ここがバックフォグです、そしてこっちがバックですね、はい、ありがとうございます、じゃあ続いてちょっとマフラーの音も聞いてみたいと思います、お願いします、よし、じゃあ行きましょう小島さん、なんと今回特別編、僕が運転させていただくっていう、はい、ですね、あ、こうシートベルトキュイってやつももちろんついてます、ついてますよ、はい、こうやってやるんだ、はい、ちょっとカメラ、初カメラですか、もう360度カメラを出してもらって下手くそな僕でも安心、はい、もうぶつけたらお買い上げだからね、ありがとうございます。スイッチあれ変えません。大丈夫です。さまざまなローンシステムをご用意してありますので、ご安心していただければ。僕のような低所得者でも大丈夫でしょう。よいしょ。じゃあちょっといつものテストコースでいいですか。はい、大丈夫です。どうですか。いや、いいですよ。普通の C クラスよりちょっと重たいんですよね、 C63 より重たいです、はい、200キロか300キロぐらい、はい、ち
ょっと椅子もちょっと調整していいですか。ザコマックスなんでちょっと下げます、うん、はい、でそのね、これからの時期から、うん、このベンチレーションをちょっとつけてみて、はい、ベンチレーションつけてみて、あ、ベンチレーションつけてみます、はい、いや、いいっすね、いいですよ、うわ、なんだろう、なんかすごくこう不思議な感じがします。 C63 なのに SUV っていう、シートも、はい、あれですよね、めっちゃ涼しいっす、ベンチレーション、うん、今は普通のコンフォートというか普通ですよね、ですね、はい、はい、全然なんか63の荒々しさは感じません。ちょっと逆にふわふわ感、ふわふわな感じがするよ ね、なんか本当に SUV の、はい、ここで変えます、早速スポーツいいですか、はい、じゃあスポーツからで、はい、スポーツプラス、じゃあどうせだったらスポーツプラスにしますか、スポーツプラスで、はい、両極端をね、そうですね、やっていただきます。スポーツプラスにするとこのシフトがついて、はい、マフラーもバルブが開くと、開くと、いや、めっちゃレーシーですね。なんか本当にちょっと不思議な感じしますよ。そう。はい。SUV なのにだってアルカのハンドルがついてて、うん、カーボンのメーターで、はい。で後ろでドロドロいってんすよ。ドロドロいってる感じ。いや、C63 は実は僕撮影でちょっと乗る機会があって、うん、まあまあな距離乗らせてもらったんですよ。これでちょっと違いは。この画面でしょ。そんなのもついてるんですか。スポーティーな感じね、パワーと油温と、油温と、はい、こう演出もね、いいですよね、はい、いや、いいっすね。ここでいきます、エンジンネタでいきましょうか。なるほど。そしてこのパノラマルーフが最高です。え、はい、いいですね。ちょっと光が入りすぎて眩しいぐらいです。これをね、またシェードを閉めれば、シェードを閉めれば、はい、なるほど。いいの、土屋さんのお似合いですよ。買えないです。いかがですか。買えないです。欲しいです。でも最高に欲しいです。今週末ご家族でアリーナ店へいや、でもちょっとこれ遠く行ってみたいですよ、うん、はい、いいじゃない、バーなんて言ってバーってちょっと高速、はい、新東名とかぶっ飛ばしてみたいです、うん。パパの車かっこいいっつって、だろうって言っちゃいました、うん、ちょっとまたさっきのふわふわ感がね、あ、そうっすね、ピタッという感じでだいぶ、あ、そうっすね、うん、もう普通になんかもうスポーツカーの乗り心地ですね、うん、いや、いいっすよ、剛性感もあるし、はい、わあ、バックファイですね。普通に本当に63です、うん、63です、当然なんですけど、シフトのダイレクト感もいいですよね。いいですね。いや、まあまあな乗り心地ですね、これ。スポーツプラスにする、はい、じゃあちょっとスポーツプラスにすると、スポーツに戻しますか、一回、はい、スポーツに戻します。これスポーツですか。はい、スポーツに戻すと、はい、硬さが1段階になります。 あ、結構違いますね、うん、はい、あ、でも街乗りだったらこれぐらいまでがいいかもしれないですね、うん。さっきのスポーツだとやっぱりちょっと、そうですね、ちょっと高速とかいいかもしれないですけど、はい、ああ、パパこの車硬いっていう感じでそうですね、家族からちょっと不満が出る感じでしょうか。まあでもそのね、全部の幅で楽しめる車だな。そうですね、1台で全部、はい、大きさもそれほど感じられず、そうですね、走りやすい感じで、ちょっとじゃあ法定速度内で、はい、ちょっと63の片鱗を見ていいですか。どうぞ。いいんですか。どうぞ。ちょっと行きますよ。はい。もうすぐ法定速度です。うん、早っ。もう紛れもなく普通に C63 ですね、うん、これ中身が。はい、C63 っていうかね、もう本当スポーツカーで。いや、本当にスポーツカーですね、はいはい、これ SUV じゃないっすね。その SUV の概念がね、そうですね、これすごい。やっぱりね、先ほども最初にやったニュールの、はい、
最高速度、ね、これは分かりました。やったポテンシャルを持ってるっていうのはもう本当に SUV の根本ね頂点の車なんで、これは速い、絶対速いですよ、はい、全然普通に本当にスポーツで乗れますね。乗れる乗れますから。この先に学校があります。これ踏んだ瞬間のこの排気音と、うん、はい、グーっていうテンションがね上がる感じでこれいいっすね、うん、いやもう乗りやすいしもう使いやすいし最高です。最高ですね、うん、GLC はでもデメリットはい何でしょう。燃費が悪い。燃費が悪い。燃費そんなそんなにそんな悪くないですか。言うほど悪く、まあ4クランってあれなんですけど、はいはい、この車タイヤの減りがめちゃめちゃ速いんですよ。あ、なるほど。これ63に限らず43もなんですけど、はい、まあ以前もちょっとねお話しさせてもらいましたけど、はいはい、タイヤのね外べりがね著しく激しいので、もうそれはでも仕方ない気がします、うん、でもねびっくりするほど減るんですよ、はいはい、もう消しゴムのように。そうですそうです、はい、この車も今、ね、ちょっと減ってる感じなんですけど、はいはいはい、だそういうのはねいろいろ、まあ、今回車選ぶにしろ、はい、他の GLC チョイスするにしてもやっぱり必ずチェックしますね、うちも仕入れるときに、うん、でもそこは仕方ないですよね。仕方ない、消耗品として割り切っていただいて、はい、だそこはやっぱりそのねそういうもんだと思って、そうですね、乗っていただく感じで、はい、その分楽しめますから、ね、楽しめますから、はい、いやこれはいいですよ、うん、はい、やっぱりどうしてもご家族で乗られるときって維持費っていうのはねどうしても考えなきゃいけない部分があるんで、はい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 、そこに予算組というかそこで持っててもらえれば全然大丈夫だと思うので、でもスーパーカー並みの速さで、うん、はい、維持費はスーパーカーじゃないじゃないですか、うん、だって今の車壊れないですからね。そうですね、うん、本当にまあ、全く折れないっていうのはね語弊がありますけど、はい、じゃあ一番こう価格が一回落ち着いたところのやつですね、うん、でも63は値段はそんなに変わってないかもしれないですね、はい、そんなに動いてないというか。でも新車でだって1500万円。いやいや新車からしたらもう全然ですよ、はい、超買い得ですよね。だからその 値崩れという意味では全然落ちてないじゃないですか。クジラさんもう一周していいですか。本当におかわりおかわりいいですか。おかわりですね、はい、ちょっと今帰ってきてあパドル使ってなかったの。ああまさかのもう一周って。もう一周ですね、はい、じゃあもう一周のパドル使って、ちょっともう一周パドル使ってスポーツで回ってきていいですか。はい、うん、コンフォート、あインディビジュアルっていうのが自分の好きに組み合わせられるやつですよね。そうそうそう、下に下げていくと変わります。下なんですね。うわ、あレースもあるんですか。レースもありますよ。え、レースってどうなっちゃうんですか。レースを ESP も解除されるんですか。あ、それダメですね。あ、それダメです、はい、それダメですもうこのアイドリングの音がすごいです、うん、マフラー、バルブが開くと。 YouTube 始まって以来の初のおかわり。はい、あー、ちょっとこれ走り行きたいっす。買っちゃえばいいじゃん。いや、買いたいっす。いいな。いや、なんかもうこのボディサイズだとなんか困ることないじゃないですか、うん、困ることないっていうかちょっと取り回しにちょっとこう窮屈な感じがすることもないし、うん、ある程度やっぱ4駆なので、はい、その高速安定性っていう部分でもやっぱりこのホイールベースですけど、はい、ちゃんと安定して走れますし、はい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 、そうですよね。普通の C63 でだって FR ですもんね、うん、そうですね、はい。まあ、FR は FR の良さがありますけど、はい、やっぱ4駆の安定感っていうのはやっぱりありますよね。いや、これはちょっとパドル必要っすね、はい、パドルあるあるだけど、はい、まあ使って最初の1ヶ月だよね。本当っすか。ほぼ使わないね。え、でも僕この車だったら使いますよ。いやいやいや、使わないでしょ。絶対首都高乗ったら絶対使いますよ。一人の時ね、例えばその走ったりとかそういう感じの時は使いますけど、はい、普段例えばじゃあ通勤で使うかっていう。通勤ですかね。通勤でパドル使ってる人たら超鬼ですねすごいよね、常に本気で。いや、でも僕 C1 だったら毎回これ使いますね、はい、手袋して。いや、手袋はしないです。手袋しないの。手袋したら本気じゃないですか。もう本気で本気で、いつでも本気な感じで。うわー、これシフトダウンめっちゃいい音しますね。
本当に今40キロぐらいですけどすげえ気持ちいいです、うん、はい、40キロでそのスポーツカーを楽しめるというね、はいはいはい、いい車だよね。これはいいですね、うん、やっぱりさ、なんか時代さ、はい、電気とかになっちゃったらこういうのがないわけじゃない。そうですね、やっぱりねって思うよね。そうですね、うん、今ちょうどそういう切り替えっていうかその、うん、そういう時代じゃないですか、うん、タイミングじゃないですか、うん、だから今の子供たちが車乗ってこういう音を聞いて、うん、かっけーって思わないんだろうね多分。あー、すげーいい音するっていうのがなんか思わなくなっちゃうから、そう考えるとちょっと寂しいかもしれないですね。だから今のうち子供たちにこの音を聞かせて、はい、親がかっこいいかっこいいって言っとけばこの車かっこいいんだ、この音かっこいいんだっていうのがあるから、はいはい、そうですね、そういうのをやっぱりこう大人は植え付けなきゃいけないんじゃないのということで、そうですねご購入で。いや買えないですいやでも欲しいですよ、これは買えるんだったら欲しいです、ねね、うん、基本的に僕ちっちゃい車好きなんで、あ、まあ、言うてそんなにすごくちっちゃくはないですけど、ね、いや無駄にシフトダウンしたくなっちゃいますね、うん、ね、やっぱりね、このこういうご納車させてもらった時とかって、はい、最初の1ヶ月で皆さんガソリン代めっちゃ減るガソリン代じゃガソリンもめっちゃ減っちゃうんですね、はい、みんな結構楽しくて、はい、結構いろんなことしちゃうんで。いやこれはでもちょっと遠くに行ったりとか、うん、いやいやもう それが楽しみで車買って、はい、ね、はい、購入していただくんで楽しめますよ。楽しめるんで、それはもう、はい、あの笑い話というかネタとして、はい、最初の1ヶ月ガソリン代半端ねえよっつって、はい、まあ、そこから調整していきながらね、やっていただければいいんで、はい、本当に楽しめる車なんで。この先に学校があります。これはいい、これはいいっすよ。ね、サーキットでもいいかもしれないね。サーキット、まあまあ、いや本当っすよね。うちでね、サーキット走ってる人今いないですけどね、うちのスタッフとかでも。いやもう正直そのタイム出す車じゃないですけど、うんうん、はい、十分楽しめますよ、これサーキット持ってても。いやニュール最速は伊達じゃないですよ、当時かもしれないですけど、うん、まあ、それをぶち破った RS98、はい、まあ、まだ現時点では見たことないですけど、どんな車かなって楽しみですね。確かに、すごいアイドリングのこのドド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 っていう、うん、コンフォートにすると本当にもう、うん、超ジェントルですね、うん、もうめちゃめちゃ使いやすいし、僕みたいな素人が乗っても普通になんか乗れちゃうし、はい、最高です。アルカンタラいいな、ね、はい、アルカンいいっすよ。メルセデスいいっすよね。シフトももう全部こう全部こう、うん、ここで完結するじゃないですか、うんうん、全部は、高速安定性とかね、このディストニックプラスとかこの、はい、このやつね、ここですよね、うん、使ってもらうとすごい快適なんで、はい、渋滞も、最高です。最高です、はい、最高ですだと危うくちょっと買っちゃうとこでした。今危なかった、はい、買っちゃうとこでした車を買うシリーズ。いやでもいいな、毎回乗って買いますか買いませんかってこの最終の時に買いませんって買えませんですよそれ、はい、いいんじゃない買いませんいいじゃん、テレビだと買いませんだ、買いませんだから。いやでもちょっとこう C 系の63っていや言うてもこう C63、まあ、セダン、まあ、クーペ、うん、まあ、どっちかでしょうと思ってたんですけど、うん、GLC63 いいっすね、うん、4駆だし、はい、人乗せられるし、はい、荷物も積めるし、うん、だから結構サイズ的にね、4駆の AMG って言ったら S だと左ハンドルしかなかったりとか、はい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 、はい、そういうので右ハンドルの4駆ってなるとね、はい、またまあまあいろいろありますけどね、まあ、本当種類あるからね。そうですね、クーペがあったのがね、なかなか、あ、これのクーペですよね。そう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 、はい、あってたのもありますし、
G63 クーペか、うん、はい、クーペもいいですけど、うん、この普通の GLC もいいですね、はい、トランクの容量的にこっちの方が多くなるんですよね。多くなるんですよね、はい、矢の傾斜がクーペだときつくなるんで、はい、あれもスポーティーでかっこいいですよね。スポーティーですね、はいはい、いやいい車です、はい、欲しくなっちゃうやつですねこれ。でまたねこの AMG でも今度 E クラス乗るとね全然違うんでね。あ、そうなんですか。そうですね、また今度ね E クラス乗れる、はい、そうですね、紹介する機会があれば、あれば、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナより GLC63S エディション1をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。